さん、何時間走ってんのよ。別に横浜に残っててもよかったんだぞ。いや、まさかこんな遠出になるとは思わなくてさ。確かに。でも桐生さんを一人にするのは心配だからね。ほっとけないよ。ああだな。こりゃ降るわ。すみません、どのタクシーにも断られてしまって。そりゃそうやって、いくら長距離っつってもあんな偏僻なとこじゃ帰りに客なんざ拾えんもんやって。ほやけど珍しいの、あの村行きてなんてやつ初めてかもしらん。なんや兄さんたちテレビかなんかけ。いえ、古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。知り合いな。ほんの人も要件物好きやの。言っちゃなんやけど、人が住むとこじゃねえよ、あっこは。きっと事情があるんだと思います。事情の、まああと 2,3 時間もすりゃ着くけ。お、降ってきすんだ。寒なるぞ、兄さん。積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。ただなるはやで頼む。さすがにこの寒さは応える。ああ、入るときはノックぐらいするんが礼儀やで。なんや、老けたの桐生ちゃん。ご無沙汰してます、真島の兄さん。桐生さん、お互いいろいろあったみたいやな。はあ、まあ座れや。酒の一杯くらいはごちそうしてるわ。邪魔したな。待てよ、今のはどういう意味や。言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べててめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。
俺たちがどんな気持ちでここにいるかあんたに分かるってのか。さっぱり分からねえな。分かりたくもねえ。このどうした、やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。ええー、で、その挑発乗ったるわ。おい、一体何事？昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな。もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。そっちが5人もおるんなら、まあええやろ、俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ、このメンツとやり合う日が来るとはね。ったく、よそもんがわらわらと無粋やの。まあええ、メイドの土産や、存分に味わっていけや。何を怖がってる。他人の人生を狂わせることか、それともまた失敗することか。どっちにしたってやってみなきゃ分かんねえだろうが。綺麗事ですよ、それは。やってみてダメだったらどうするってんですか。そん時は、そん時に考えりゃいい。生きてりゃ、やり直しも、償いも、きっとできる。相変わらず、アマちゃんやな。そんな風にしか生きられなかったからな。だが、それも最後だ。邪魔したな。これで会うのも最後だろう。待ってください、桐生さんに時間が残されていないことは分かりました。でもだからってわざわざあんたが死にに行くことはないだろう。逆だ大吾。俺は少しホッとしてる。やっと死ねるんだってな。何言ってんだあんた。お前らの言う通り、俺も散々他人の人生を狂わせてきた。ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。なのに俺ばかり生き残ってきた。だからヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って死んでやるさ。アホ抜かすな桐生。そんな理由で。ほとぼりが冷めたらお前たちは春日の力になってやってくれ。ヤクザモンのこれからはきっとあいつが背負っていく。行くな、行ったらあかん。
キリュウちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。ちょ、キリュウさん。死んじゃいねえよな。これ全部キリュウがやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。いや、ジンマにマスコミもいるのか。カタギが堂々とあの門をまたぐとはな。あ、キリュウだ。じゃあやっぱこれキリュウがやったのか。すげえ、青龍会が解散計画出した途端殴り込みかよ。イカれてんぜ。